レッツゴービヨーンズ、声出しいいね。どうも、大分の高千穂館です。アイドルハロープロジェクトビヨーンズの話題、今回ですね、私2023年春ツアーネオビヨの山口県下関公園に行ってまいりました。実はこの下関公園から、地方のホールツアーでは初めて声出しが解禁されました。イエイ。ついにですね、お宝コールが、おいおいなどですね、さやりーんなど、声がね、飛び交うね、公演となりました。実際ですね、この間の5月15日の日本武道館公演でもね、コールが解禁されたようですが、ちょっと私、残念ながら見ることができませんでしたけれども、ね、ビヨーンズのメンバーにとっても、そして私たち、オタにとっても、かなり大きい一歩を踏み始めた、この山口下関公演です。私自身はビヨーンズを見るのは、今年の2月の、ハロコンですね、合同コン福岡公演以来ですし、単独についてはなんと2022年の春以来ですね。なかなかビヨーンズ九州行けてくれないから、とはいえ今回の下関はもうほぼ北九州の隣ということでですね、非常に近さを感じてですね、行ってまいりました。今回はその声出し解禁となったですね、下関公演のレポを行います。参加された方についてはこういうことあったねっていうところのね、いわゆる振り返り、そして参加が叶わなかったあなたにはですね、下関公演こんな感じのね、MC があったよ、こんな感じの雰囲気なんだよというところを共有いたします。ツアーはですね、あともう一公演、宮城公演が残っておりますので、セットリストは最後の最後にご紹介いたします。若干ちょっと匂わせがあるかもしれません。その点はごめんなさい。ただ基本的には曲名は出しませんので、ある意味では安心してご覧ください。それでは声出し解禁となった下関公演、どんな雰囲気だったか一緒にレッツゴービヨーンズ。最初に今回の2023年春ツアーネオビヨの簡単なご紹介です。ネオビヨね、新しいビヨーンズということでですね、いろんな、実際セットリストは最後の最後に載せますが、いろんな時代の曲がね、出ます。3月19日東京八王子から5月27日宮城公演までのツアーです。途中5月15日日本武道館公演が行われ、声出しも解禁となりました。今回私は5月20日山口下関市民会館に行ってまいりました。下関市民会館、初めてでしたけれども、実は割と立地が良いんですね。下関駅からも近いですし、私はフェリーターミナルのとこ今回駐車場を借りたんですけれども、いずれも徒歩圏内で、私の知り合いのオタからも聞いたんですけれども、下関文化会館結構便利だと。で、客席も1500ぐらいありますし、結構こう見やすくてですね、こう使い勝手の良いというところでした。今回ですね、下関公園に関してはですね、ビヨーンズ、実は、とある CD を買うと、なんと、メンバーの直筆サイン入りポスターが、ね、漏れなく当たるということで、先着順。私もちょっと遅れながら行きました。結論ですね、ラスト1枚、ゲットできました。で、誰のサインかなと見たら、なんと、市岡レイナちゃん。いっちゃんです。おめでとう。おめでとうでね、ありがとうですね。いっちゃんですね、今回、というか前回ですね、私、ラジオのですね、ビヨーンズの土曜日、ビヨ土曜でもですね、いっちゃんのサインも当てていたということもあって、今回、レンチャンでですね、いっちゃんのサイン当たって本当にありがたいです。この後もご紹介しますが、いっちゃんね、下関公演 MC でもね、かなり盛り上がってましたし、これから応援するリーダーでございます。それではその下関公演、MC を中心にどんな雰囲気だったか、レポいたします。下関公演、メンバーの MC も、やっぱりメインは、声出し解禁。着席の上なんですけれども、今回からね、地方ツアーでは、声を出すことができました。私自身、この声出しがある、もっと今、マサイ族ジャンプもあった頃に、を知ってるというのはですね、2019年の、モーニング娘。ワンナインの、大分 USA 公演、宇佐公演のみしか知らなかったもので、あとはもうここ3年間ずっと、
あの、着席で声出しなしよの公演で泣いてましたから、まあ本当にこう、久々と言いますか、私にとってはもう正直声出しがない方が普通でしたから、今回の声出しっていうのはかなり新鮮でした。まあ正直ですね、私もこの山口公演から声出し解禁とは知らずにですね、いきなりオープニングからね、ヨハネーとかね、いう声がね、掛け声聞かれた瞬間、あ、声出しついにできるんだと思ってびっくりしました。まあ心も体もですね、声出しの準備全くしていなかったんですけれども、まあ徐々にね、サヤリーンとかね、うほい、うほいとか言いながら、声を鳴らしていきました。まあ元野球部ですし、ね、サッカーのね、置いたトリニタで応援のね、ちゃんとも歌ってた頃を思い出しながら、声の大きさには自信がありますからね、ふぅーとか言いながら掛け声も出しました。まあベテランのね、オタクの方が、うっとか言って、その後にみんなが、はい、うっ、はい、うっ、はいっていう感じで、リードもしてくださいますので、まあ初心者の方もですね、慌てずに落ち着いていけば大丈夫です。この声出しというのがですね、メンバーにとってもかなり新鮮だったようで、もうね、もう各メンバーが声出しの話題出してましたね。もう本当にこの日は新鮮だということと、もうちょっと声出せるだろうというふうに、いい意味で愛の無知。鼓舞もさせられました。例えば、清野桃姫ちゃんや平井美代ちゃんですね。ついにですね、声出しがね、解禁されましたけどもね、コールがね、ついに戻ってきたよ。ただ皆さんやっぱり久々でしょ？ちょっとまだ遠慮してない？もっと声出せるんじゃない？というふうに煽ってきてですね、平井美代ちゃんは、まあこれからですね、チーム一丸となってまた声出しを復活していきましょうと鼓舞していきました。一方ですね、小林ほのかちゃんと一応カレーナちゃんは、まあ、MC で、もうちょっとみんなの声聞きたい。ね、せっかく煽りができるから私もやってみたいということで、それぞれですね、ほのかちゃんはですね、ほのかのこと、可愛いと思う人、手あげてって言ったらみんな歌が、ほーいって大きい声ね、のぶとい声出して、ね、それに続いて一応カレーナちゃんも、ね、レイナのこと、可愛いと思う人、手を挙げてと言ったら、おーいってね、これまで、もう一番大きい声が出ましたね、っていうことで、いっちゃん褒めてましたし、まあ、決してね、いっちゃんも言ってたんですけど、本公演中が声が寂しいとかそういうわけじゃないですけど、と言って、またいっちゃん節がね、天然の発言が出て、まあ、メンバー自身も、このコール、嬉しかったようですし、またこれから本当の元気なですね、こうもっと盛り上がるコール、まあオタとしてもですね、もう少しまた練習とかね、感覚を取り戻しながらですね、楽しい公演にしていきたいなと感じました。まあ下関本当に久々の声が戻ってですね、まあ本当新鮮な感じもありましたし、こっから本当にネオビオ、新しいまたハロプロの公演が始まるなと感じました。まとめです。やっぱり声出しはいいですね。盛り上がりますしね、こう、ただ聞いてるだけではなく、一緒にこう、メンバーとファンとか作り上げる、この雰囲気はいいですよね。まあ、島倉梨花さんが、久々に前からね、攻撃を受けているみたいなこと言ってましたけども、本当にファンとメンバーがそれぞれ元気を出して一体感ある、楽しい空間作るということ、これからまた一つ楽しみができました。高瀬くるみちゃんとか平井美代ちゃん、リーダーズおっしゃってましたが、私たちビヨンズの活動イコール、もうコロナ禍の活動だったんですね。ほぼもう3年間ですね、声出しなしの、まあある意味じゃイレギュラーな活動をやってきましたが、3年ぶりにやっと声が戻ってきた、あの頃が戻ってきたということでかなり意気込んでましたね。ちょっと私その発言聞いてちょっと正直ジーンときましたね。今もジーンと来てるんですけども、やっとねビヨンズもまた声出しの公演が戻ってね、単独でもこうね、地方ツアー、ホールツアーができるということ感慨深いですね。私自身も本当にこう声出しね、久々にやって、まあちょっと初心者ですから、実際まだ1回しかやったことないですからね、これからまた覚えていきますけれども、まあこのビヨンズに限らずですね、いろんなグループでも声出し解禁となりましたね。来週といいますか、今度ですね、私モーニング娘。の福岡公演行ってまいります。多分ね、モーニング娘。でも声出しがね、また戻るでしょうから、楽しんでですね、娘もね、また、私大好きですからね、今度またこれまでの着座とは異なった
新しい感じで楽しんでまいります。まあ、これからもこのビヨンズやね、他のね、今度武道館公演も控えているね、アンジュルム、アンジュルムはですね、横浜ですね。で、ジュースジュースも武道館控えてますし、で、地方ツアーね、控えているグループもございますので、まずは各公演が、この春ツアーがまず、無事に終了することを願っております。そしてまあ、今回ですね、山口下関公演では、やっぱり私の一押し、江口さやちゃん。今回も自慢の推しです。引き続き一押しをさせていただきます。まああまり詳しくは申し上げられませんが、結構今回サヤリンね、センターとか美味しいところをね、かなりありますので、これからもね、注目してほしいですし、個人的には江口さやちゃんもね、よろしくお願いいたします。ということで、1000円以上に江口さやちゃんのお家で終わるというところが、まあ、親方らしいんですけれども、今回の下関公演のレボでございました。これで一旦中締めといたします。セットリスト、気になる方はですね、この後残り20秒、セットリスト載せますので、ご希望の方のみご覧ください。ご希望でない方は、もうこちらでね、ありがとうございましたと、まあ、中締めといたします。今回もお付き合いいただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ハロプロですね、この後実はもう一本、このとあるメンバーの嬉しい写真集の紹介もいたしますし、先ほどご紹介したモーニング娘。福岡公演のレポなどを行います。まあ、かつてよりちょっとハロプロの動画の数少ないかもしれませんが、引き続きけどハロプロの動画どんどんねご紹介しますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた、今日も推しのために働く。この後セットリストのご紹介です。